辻は明らかでないが、本朝定刑賞には、高倉天皇の子、おもんみ、明神皇の孫、山和宮、天豊王の子、寺仕王に否定される。あるいは宮尾成一家王の彦とする説がある。官位は、肖像位、壇上院、壇上院宮とも合した。千草忠明が報じた、田島宮と同一人物であるという説がある。現行三年。 正教2年5月の五代醐天皇の法規国戦場さんからの帰京に伴って王は無意無官から一挙に13位に直上されて苦行に列す。同年6月団上院に任じられ8月時部教を兼任する。兼務元年12月に3位となるが兼務2年正月に正3位に上った。中仙台の乱鎮圧のため同年8月に 鎌倉下校するも、県務政権から離反した、足利高氏を討伐するため、同年11月に派遣された、東西軍の内からめての副将として、大地イングルー、東院三ネヨらと共に、東三道を下る。しかし、12月に、新田吉貞率いる東海道軍の敗戦を受けて、引き返し、翌県務三年1月、後代醐天皇の避難していた、大見東半本に到着した。 さらに、同年8月には、美濃国の関、佐古、北野において、足利法の住田田康や、東、条件らと交戦するも、9月に、本拠の八代城が陥落して敗退している。同年12月以降の五代醐天皇の吉野先行の、蔡、王もこれに同行したらしく、延元3年、建務5年6月に出家、同地で皇居した。王は、 苦行部人にしか名が見えない皇族だが、道書によると、正明神の王宋孫とされる。従来は、この、正明を、これ明の御者とみなし、本朝公院昭雲録におもんみ、明神皇の彦として見える尾崎宮や、太平記に見える、壇上院宮を王に否定する、大日本史料の説が有力であった。鎌倉時代末期に編纂された、一大陽記によれば、おもんみ、 明神皇には三人の男子がおり、それぞれ法院大僧図、正界大僧図、孫雲、大地委員、国孫王である。その内国孫王には、大法王という子がおり、大法王には、寿命王という子がいた。また、中期によれば、寿命王は、実は、国孫王の子であるとされる。一方、室町時代前期に編纂された、天皇系図。 本朝皇院正雲録や、三角系図には、おもんみ、名神皇の第三子、片野宮やその子孫が記されており、国孫皇は、片野宮に、大宝王は、大五宮に、寿名王は、栗野宮に当たると推定される。大五宮の次男、小崎宮は、父の代から、美濃国に、ゆかりがあり、小崎の名も美濃国の地名に由来する。また、太平記によれば、 中仙台の乱後も鎌倉に泊まる足利高氏を討伐するための東山道軍を大地院グと共に率いたとされる。これに対して赤坂恒明は王の樹三未直女が破格の大遇であることから剣務政権の樹立に何かしらの対抗があったと推測し現行期に活動が見られない小崎軍を否定する通説に疑問を呈している。これに対して王への 十三未女の直前に行われた六原攻めに功績があった田島宮こそが否定されうるとし、その出自は上級の乱後に田島国に移された宮尾成一家王の彦とする遺説を提起している。近年、本朝定刑賞という資料に高倉天皇の子、おもんみ、名神皇の孫、山和宮、天豊王の子、寺師王という人物が確認された。苦行部人による、 ありがとうございます。